深呼吸をして大きく。総括も目的だってよく言うけど、いざ打ち上げが始まると誰もそんなこと覚えていないんだ。ズバイルさんもいつまでも部長面を貫く必要なんてないと思うけどね。オイラたちこれまでいろんなお祭りに参加してきたけど、その打ち上げってお祭りみたいに美味しいものがたくさん出るのか？そうだよ、みんなと一緒に食事して乾杯をするの。そしてプレゼントの交換もするんだ。これまでのお互いの努力を感謝しながらね。プレゼントを用意する必要があるのか。そんなことないぞ。これって令和往来を尊ぶってやつだろ。それくらいオイラだって分かってるぞ。けどその前に少しモラを貸してくれないか。大丈夫だよ、パイモンも焦る必要ないから安心して。プレゼントは準備しなくても参加できるの。このプレゼント交換はあくまで打ち上げをより盛り上げるのが目的なだけだから。それにあなたたちが来てくれることが一番のプレゼントだよ。あなたたちをシアターのみんなにちょうど紹介したかったんだ。え？どうしたんだ？うん、そうだね。でも彼女にとって今一番重要なのは療養だから、私もお見舞いに行こうとしたんだけど、彼女の家の人が入れてくれなくって話も聞いてくれなかったんだ。だから代わりに手紙を残したの。しっかり休んで元気になってねって。もう少しして彼女の体調が良くなったら一緒にシアターでお祝いできるはずだよ。お前とニーローのおかげであいつの容態も落ち着いたんだよな。謙虚なんだね。パイモンが私とあなたのことを並べて言ったけど、ちょっと照れちゃうな。だってあなたの貢献に比べたら私がしたことなんて些細なことだもん。この話はひとまず置いといて、それよりも私たちの打ち上げに参加してくれるよね。おう、楽しそうだしオイラたちも行こうぜ。よかった。それじゃあ今からシアターに。あ、すっかりこのこと忘れてた。え、
これ全部お前が買ったのか？ううん、私が買ったのは一箱だけなんだけど、気づいたらおまけがどんどん増えちゃって。いやいや、おまけってこんなにもらえないだろう。買ったものとおまけの割合が釣り合ってないぞ。みんなと話しているうちにいつの間にか両手で抱えきれないほどになってて、いつもこうなるんだよね。何回かに分けて持って帰ってまた買い物に戻ろうと思ってたんだけど、そうすると時間に間に合わなそうだし。まだ買うものがあるのかよ。え、さすがに悪いよ。大丈夫だぞ、こいつは大量の荷物をしまう収納術が得意だからな。そうだろう。本当にごめんね、打ち上げに誘うつもりが逆に迷惑をかけちゃうなんて。それじゃ急いで残りのものを買ってシアターに戻ろう。これはニーローではありませんか？こんにちは、ジュートさん。新鮮な食材はまだ残ってるかな？ええ、もちろんです。聞きましたよ、ズバイルシアターで打ち上げをするとか。ですので、あなたたちのために取っておきました。でも見たところ、そちらのお二人の分も食材を追加する必要がありそうですね。お、紹介するね。こちらは旅人、とってもすごい冒険者さんなんだ。で、こっちがパイモン、旅人のそばにいる頼もしいガイドさん。違うぞ！って、え、間違ってない？おい、今の聞いたか？こいつ、オイラのことちゃんと分かってるぞ。ニーローを甘く見ないでください。たとえ些細なことでも彼女は人のことを忘れたりしません。それに彼女はとても勇敢でもあります。この前、打獣の口から私の貴重な香料を救い出してくれたんですよ。大したことじゃないよ。それにみんなにはいつもお世話になってるからね。あ、急いでるのに話がそれちゃったね。ジュートさん、さっきの話ってもしかして用意してくれた品が足りないってこと？あれは冗談ですよ。商売をするときはいつだって予備を用意しておくものです。一つや二つ多くなるなんてザラにありますからね。おっと、そういえばそちらのご友人お二人は他国からいらした方のようですが、美味しいタフチンを食べたことはありますか？やった、ジュートさん、またタフチンを作ってくれたんだ。タフチンはね、お米とお肉を混ぜて作ったケーキみたいな食べ物なんだ。しかもジュートさんのは特製の香料も入ってるの。その香りは濃厚で不思議でね、ジュートさんのところに子供がたくさん集まってたら、それはタフチーンの香りに引き寄せられたってことなんだ。子供だけではありませんよ、ニーローだってよく彼らと一緒に来るではありませんか。私、もしかして食いしん坊なのかな。どうやらオイラたちって似た者同士みたいだな。大丈夫だぞ、誰だって美味しいものは好きだからな。では少々お待ちください、すぐ準備しますので。シアターのお客さんをもてなすときに出すものですから、もちろん味には自信ありますよ。それとたくさん作ったので包んでおきました。
後でシアターの皆さんにもお渡しください。え、本当にいいの？しかもこんなにたくさん。構いませんよ。1個作ろうと100個作ろうと同じことですから。むしろ在庫整理ができて私の方が感謝したいくらいです。いえいえ、遠慮しないでください。それに食べた後にモラを払えたなんて、お客さんを騙したみたいじゃないですか。そんな商売はしませんよ。はい、食材と包んだ料理です。またお越しくださいね。なんでこんなに荷物が多くなるのか、オイラ分かった気がするぞ。レジナヤのおもちゃって。ニーロ、ちょうどいいところに来た。注文してた布が全部届いたぜ。あともう少し遅かったら危うく打獣に食べられるところだったぞ。また冗談を言って。アフシンさん、打獣はそんなの食べないでしょ。もしかしてジュートが言ってた香料を食べた打獣ってお前の打獣じゃないだろうな。おっと、そういえばそうだったな。すまんすまん。もしニーローがあの場にいなかったら、俺の半月分の売り上げが全部パーになって賠償金になってたところだ。打獣って力が強いから、口から物を取り返すのってまるで綱引きみたいだったよ。あいつらって本当何でも食べるんだな。あ、どういう意味だ？実はそうでもないんだ。打獣は腹が減ってなくても物を噛むのが好きだからって理由で何かを食べることがある。そしてさっき言った布は上質な素材を使っていて非常に破れにくいもんだ。打獣がこれを噛んだら丸一日は咀嚼に時間がかかる。お前まさか実際に試したのかよ。本当のことだぞ、嘘はついてない。まああれは事故だったんだがな。こんな上質なもんを実験に使うなんてもったいないだろう。へえ、確かに良さそうな布だな。なんだ、興味が出てきたか。もし欲しけりゃ今なら2つ購入で2割引きにしてやるぞ。2割引き？かなりお得だな。旅人、どうする？アフシンさん、そんな口車でその気にさせちゃダメだよ。パイモンの心が揺れてるでしょ。え、口車？さっき言ってた布の質の話ってもしかして全部嘘なのか？ううん、そういうわけじゃないんだけど、ただアフシンさんは物語を話すのが得意で、たとえそんなに必要なものじゃなくても彼の話を聞いているうちにだんだん買いたくなっちゃうんだ。私も前に使わないものをたくさん買ったせいでズバイルさんに厳しく注意されたことがあってね。そんな目で見るなよ。彼女は注意されただけだが、俺はこっぴどく叱られたんだぞ。だが物語は商品に価値を与えるっていうのが俺の心情でな。それもあって商売を始めた頃からずっと売り上げも好調だ。ニーローは稀に見る聞き手だよ。あの時俺が言ったことを全部鵜呑みにしたほどだからな。まあ彼女に物を売るとき、その嬉しそうな表情を見て逆に罪悪感を覚えちまったが、彼女にこんなたくさんの物は必要ないって分かってたしな。それで俺は気づかされたんだ。物語を話すのはあくまでも手段であって目的じゃない。商売をするときは物を売ることだけを考えてちゃいけないってな。気にしないで、今はみんな友達だし、もう過ぎた話だから。そういえば今回仕入れた品の中にあんま質の良くないもんがあってな。普段使いには全然問題ないんだが、何せ俺の客たちは細かいことにうるさい。それに今から新しい買い手を探すにも時間と労力がかかる。で相談なんだが、ニーロ、これを全部もらってくれないか。そんなわけにはいかないよ。俺を助けると思ってな。道具を作るときに結構使うだろ。ここに置いとくと保管と配送でモラがかかるんだ。一日置いとくごとにその分だけ損が生じる。けどそれなら
通常の値段で買うよ。いやいや、売れないものだって言っただろ。それにもしこれでモラを受け取ったら、また俺が商品を売るために物語を作ったことになっちまう。気にせず持ってけ。どうしても気が引けるってんなら、後日シアターのチケットを何枚か送ってくれたらいい。ああそうだ、君たちも受け取ってくれ。冒険者なら何かと材料が必要だろ。オイラたちの分まであるのかよ。さあ持ってけ。それを見てると頭を抱えたくなるんだ。助かるぜ。もう一つ寄りたいお店があるんだけど、そんなにたくさん荷物を持ってて大丈夫？パイモンも少し手伝ってあげたら？大変そうだよ。もしオイラがここで断ったら、多重より役立たずってことになるよな。おいしいもんだよ。ニーロ、やっと来た。ファルハードのやつがお前たちの道具を盗み見てたぜ。いやいや、俺はただ新しい劇の内容を予想するために参考にしてただけで。そんなことしたら楽しみが減っちまうだろ。そうだよ、本番までの楽しみにしててね。あれ、その二人どっかで見たような。もしかして家臣団祭の時に来てたやつらか。うん、この二人も今日の打ち上げに参加するんだ。ってことはかなり賑やかになりそうだな。さっきファルハードとも話したんだが、夜になったら二人で顔を出すよ。よかった。リカードとネガールお姉ちゃんもきっとあなたたちと話したいはずだよ。あと俺たちからささやかなプレゼントを用意した。今から被るな。見ろ、この花冠だ。打ち上げならこれを被った方がお祝いの雰囲気が出るだろ。作ったの？いや、作ったのはファルハードだ。まあこいつの見た目からじゃ想像できないよな。実はこっそりといろんな技術を勉強してるみたいだぜ。確かに少し意外だな。肉体労働をする人間が編み物をしてはいけないなんてルールはないだろ。俺だってかなり時間をかけたんだからな。分かってる分かってる、俺はちゃんと見てきたからな。別に茶化したわけじゃない。ほらお客さんも被ってみろよ、お前に合うサイズもある。うん、よく似合ってるね。綺麗だな。オイラが被れるようなサイズはあるか？残念だけどこの模様のは全部配っちゃったんだ。まさかシアターに君みたいな不思議なお客さんが来るとは思わなくてね。不思議、なんだか変な感じがするけど、まあいい、許してやるぞ。そうだ、荷物が多いみたいだし運ぶのを手伝おう。普段俺は運搬業をしててな、運ぶのは得意なんだ。おお、頼むぜ。早く早く。人なんだしいいだろう。助けてくれてありがとうファルハードさん。でも先に言っておくけど、後で機会を見つけて新しい劇の内容を聞くとかはなしだからね。もしそうなったら今回は私もズバイルさんが怒るのを止められないかもしれないし。ほら見ろ、お前の思惑が見え見えだからニーローだって気づいたぞ。余計なこと言うなって。分かってるさ、あの人を怒らせる度胸なんてないからね。でもフーサングのものも考えると、一度に全て運ぶには俺たち全員で分担する必要がありそうだ。さすがに俺にも限界があるからな。パイモンは運びたくないみたいだから、私が少し多く運ぶよ。こう見えて普段から真面目にトレーニングしてるんだ。踊る時って力とバランスが大事だからね。いやいや、オイラも運ぶぞ、任せてくれ。それにもう食べちゃったし。
しょ、よいしょ、よいしょ。もう飛べない。大丈夫パイモン？大地、結構な量だな。この後の打ち上げが楽しみだ。ありがとうパルハードさん。ありがとう力持ちさ。おお、後で倍返しで食べてやるぞ。それじゃあ俺は邪魔にならないよう先に失礼するよ。アルハードさんが助けてくれて本当に良かったね。そうじゃなきゃかなり苦労してたかも。そうだよ、みんなここに集まって商売をしてるでしょ。だからご近所さんみたいな関係かな。モラを稼ぐことよりも助け合うことを優先するんだ。いつもこんなにいろいろもらえるんなら生活に困ることもないよな。最初はね、私も申し訳ない気持ちでいっぱいだったんだ。人にもらってばかりでなんとか恩返ししなきゃって思ってたの。でもアフシンさんが言っていたように、私が何かを受け取ることで彼の役に立ち、モラの節約になることもある。誤って購入した品も、多く仕入れすぎちゃった食べ物も、誰かに譲ることでこそ最大限の価値を発揮するの。だからそんなことをいちいち気にする必要はないんだ。彼らが助けを必要としている時に全力で手を貸せばいいんだよ。なるほど、確かに一理あるな。今ではこれが私たちの間で常識になってる。誰もその細かな受け渡しなんて気にしてないの。だからあなたたちも気にしないでね。今はこれをズバイルさんのところに持って行って、ついでに少し準備をすればいいだけ。あなたたちはシアターで時間を潰すか、ここに住んでいる人たちとお話ししてきたらどうかな。安心して、ズバイルさんはすごいんだから。それにあなたたちはお客さんでしょ。打ち上げを楽しみにしててくれたらそれでいいよ。ここって本当にいい雰囲気のところだよな。オイラたちもたまにはリラックスしてこの雰囲気に溶け込もうぜ。やあ、ニーローの荷物を運んでるところを見たよ。あなたたちも打ち上げに参加しに来たんだろう。おう、そうだぞ。私はリカード、ネガールと同じくここの道具係だ。あと掃除とかの雑務もやってる。シアターで遊んでるのはうちの子、ソリンとエイブだ。あなたたちの邪魔をしてなきゃいいんだけどね。あの子たちはお祝いってなるといつもあんな風にはしゃぎ回るんだ。そうだね、私はここの人たちに世話になってる。仕事はあるし、給料も滞納したことがない。それにニーローたちがよく子供と遊んでくれる。今の私には十分すぎる環境だ。その言い方だと、過去に何かあったのか？いや、気にしなくていい。もう昔のことだからな。実は、私も夫も冒険者だったんだ。けど、彼は事故で亡くなってね。物質的な問題はいずれ乗り越えられる。だが、私はただ生きるだけの人生を歩むことになった。幸い、そんな私にズバイルさんが手を差し伸べてくれたんだ。ここの雰囲気は穏やかだし、寛容で気に入ってる。ごめん、悲しいことを思い出させちゃったな。平気さ、私ももう気にしてない。打ち上げが始まったら、私の言った雰囲気を実際に感じられると思うよ。ん？ああ、新入りか。
あんまり賢くなさそうなやつだな。おいお前、いきなり何なんだよ。君の方は、ただものじゃなさそうだ。君にとって芸術は何だと思う？ただ興味があるだけだ。答えなくても構わない。君はそう思っているのか。特に評価する点はないな。一般人の考えよりはマシだが、あまり違いはない。芸術、それは創作によって生まれた加工品なのか、それとも天然の資源なのか。少なくとも俺は後者だと思う。よくわからないんだけど。俺は長いことここにいて、時々セリフを書くのを手伝っている。だが何もせず、ただ見ていることの方が多い。むしろ俺がやる必要はないだろう。もし俺がやったら、見る意味がなくなってしまうと言った方がいいか。シアターやニーロ、そして人の存在は皆芸術と言える。それは決して遠い存在ではない。オイラたちと何の関係があるんだよ。ではこう聞こう。芸術の意味は何だと思う？困らせたみたいだな。俺はただインスピレーションを待っているだけだ。舞台上と舞台下の人たちを、そして君たちのことをずっと見守っている。芸術はここにあるのだから。こんにちは。君たち誰？勝手に舞台に上がっちゃダメだよ。そっか、ごめん、ちょっと反応が大げさだったね。私は、その道具を作ってるから、おしゃべりしてる暇はないの。それって刺繍か？いや、刺繍だけど、刺繍じゃない。これは道具。ただの布で、演出に使うもの。とにかく、どこにでもある布だから。ごめん、道具を作るのに集中しないと。変わったやつだな。道具を作ってるだけなのに、なんであんなに口ごもるんだろう。まあいいや、こいつのことは放っておこうぜ。お、ニーロ、ニーロが戻ってきたぞ。そろそろ打ち上げが始まるだろうし。お待たせ、打ち上げの準備が終わったよ。みんなに集まってもらって始めよっか。オイラたちも手伝うぞ。ありがとう。オイラたちもプレゼントを用意しておけばよかったな。そうしたらオイラたちも抽選に参加できたし、今は見てることしかできないな。やっぱりやめよう。上手にできなかったし、みんな気に入ってくれないかも。そんなこと言わないで。約束したでしょ、みんなにサプライズプレゼントを届けるって。これまでこういった打ち上げに参加したことがなかったし、今回はいい機会だよ。みんなきっとあなたのことを歓迎してくれるから。やっぱ無理だよ。大丈夫だから心配しないで。とにかくまずは自分にチャンスを与えないと。ほら、一歩前に踏み出そう。ここにあなたを怖がらせるような人はいない。そうでしょ？うん。よし、私が背中を押してあげる。みんな注目。ミナヤからみんなにいい話があるみたいだよ。ちょっと待って、まだ準備できてないって言ったのに。こういった時何を言ったら。ゆっくりでいいよ、緊張しないで。まずは深呼吸して、落ち着いて自分のやりたいことをみんなに伝えれば大丈夫。もしここで言わなかったら、今まで一生懸命練習してきた刺繍が台
台無しになっちゃうよ。でもこんなのプレゼントして本当にいいの？上手にできなかったのに。なるほど。イナヤはさっき道具を作ってるって言ってたけど、本当は今日のプレゼントを準備してたんだな。ああ、ここにまだ馴染んでないみたいだ。ニーローはその手助けをしてるっぽいな。実は打ち上げを始める前にイナヤが特別なプレゼントを用意してくれたの。今からみんなに配るね。やったー、イナヤ姉ちゃんからのプレゼント。そういうの初めてだよね。静かに。君たちが騒ぐと彼女が余計に緊張してしまう。時間をかけて準備したんだろ。それなら自信を持っていい。何も怯える必要はない。ズバイルさんはいるか？シェイクズバイル、教令員からの緊急通知だ。即刻打ち上げなんてものは中止してもらおう。こいつ、ずいぶん態度が荒っぽいな。一体何なんだ？ズバイルシアターは長い間、教令員の命令に背いてきた。ゆえに、シアターの取り壊しが決まった。ここの責任者であるお前は30日以内に営業を停止し、従業員を解雇せよ。その後教令員へ行き処罰を受けることになる。どうして？なんでこんな突然？お嬢さん、これまでも警告はしてきたはずだ。以前話を聞いた時には取り壊しのことなど言っていなかった。だがそれを突然30日の期限を設けるなど。これから公演の予定もある。30日では何もできやしない。お客さんと従業員たちにどう説明すればいい？それは俺が考えるべきことではないな、ズバイルさん。そこまでちゃんと考えられるのなら、なぜ事前に準備をしてこなかったのかを反省すべきだ。取り壊し？なんでここを取り壊すんだ？もともと教令員が私たちに抱いている印象って良くないんだ。それに彼らは私たちの公演が気に入らないの。ただの時間の無駄だって思ってるから。前にも何度かここに来て、公演の質をもっと高めてより知的な劇を演じろって言われたことがあってね。でも私たちの観客は教令員の人じゃなくてグランドバザールの人たちでしょ。その内容が分かりにくいものだったり、身の回りの生活に関係ないものだったりしたら、見に来てくれる人もいなくなっちゃう。もしそんなことをしたら私たちは生きていけなくなる。うん、私たちにとってシアターはとても大切なものだからね。こいつらのやり方ってちょっと勝手すぎないか？でもどうすれば彼らを止められるのか私にも分からなくって。こちらに一から説明する気はない。時間がないというのならあれこれ聞くのではなく、さっさと要求通り動いた方がいいぞ。俺たちがそれを受け入れるつもりはない。むしろこういったことを突然知らせるのは規定にそぐわないはずだ。誰に聞こうとも答えは同じ。俺たちは十分伝えたはずだ。もういい。嫌がらせをするにも程があるでしょ、お父さん。お父さん？え、こいつってイナヤのお父さんなのか？教令員のことを口にしてるけど、結局はお父さんがここを嫌いなだけでしょ。教令員の権力で私たちを脅してるだけじゃない。言っておくけど、たとえお父さんがここを取り壊しても何も変わらない。お父さんがひどいってことは知ってた。でもまさかここまで卑怯だなんて思わなかったよ。俺はただ公務を執行しているだけだ。お前がどこにいようと何をしようと関係ない。それにお前が何を考えているかもな。お前たちがどうしようもない愚かなものでないことを願おう。これ以上私の口から言わせないでくれ。さっさと片付けて営業停止の準備に取り掛かるんだな。
こうなるの。確かに残念なことだが仕方がない。今日はこれでお開きにしよう。みんな片付けてくれ。明日また話し合いをしてくる。まったくこのような不良の災難が一番厄介だ。ごめんね。打ち上げに誘ってせっかく楽しんでもらおうと思ったのに、まさかこんなことになるなんて。ニーローが謝る必要なんてないぞ。こんなの誰も予想できなかっただろうし。はあ、でも美味しいものを食べられなかったのはちょっと残念だな。あいつの口ぶりからすると教練員から何度も警告を受けてたのか。うん、そうなんだ。彼らからすると私たちって浅はかみたいだから。スメールで知恵はとても崇高なものなの。でも彼らが求めている知恵の中に芸術はない。ただそれだけでシアターを取り壊すなんてことにはならないと思うんだけど。イナヤが家出した後、私が彼女をズバイルシアターまで連れてきたんだ。彼女は家のことをほとんど口にしなかったけど、家族と喧嘩したってことだけは私も知っててね。まさかこんな形で爆発するなんて。お前たちは何も悪いことをしてないんだし、教練員の言うことなんて聞く必要ないぞ。それならあいつらのことなんか恐れずに、いっそ正面からぶつかってやろうぜ。それもそうだな。私も解決策を考えてみるよ。そうしないとみんないつまでも怯え続けることになるもんね。どうしよう。表向きは公演を中止するふりをして、実際は他の場所でこっそり行うとか、それかお客さんたちの中から協力してくれる人を探すとか。討論？うん、確かに学者は問題を議論するのが好きだけど。そうだ、もし稲谷のお父さんに教練員の見解が間違ってるって証明できればシアターを取り壊す理由もなくなるよな。そっか、討論で彼に勝つってわけだね。うん、いい方法だと思うよ。でも私たちの中に学者に反論できる人なんているのかな。え？私？無理無理無理、私喧嘩とか一番苦手だもん。討論をするなんて私にはできないよ。お前が今こんなに悩んでるってことは本当にここを守りたいってことだろ。私にとってもここにいるみんなにとってもシアターはかけがえのないものだけど、でもそんな重たい責任を本当に私が背負えるのかな。オイラも協力するぞ。しっかり準備すればきっと自信もついてくるはずだぜ。自分を信じろ。ありがとう。よし、決めた。上手にやれないかもしれないけど、みんなのために全力を尽くしてみるよ。うん、応援してるぜ。早速戻ってこのことをみんなに伝えよう。討論で教練員の奴らに勝とうなんて、卵を持って石を打つようなもんだ。でも君たちが試そうというのなら俺も止めはせん。そもそもこれ以上悪くなることもないからな。そう悲観的にならないで。シャリフからしたらニーローの考えは甘く見えるかもしれないけど、それこそが
彼らに一番欠けているものでしょ。むしろ思いがけない結果をもたらすんじゃない。ああ、俺も賛成しよう。ロマンある考えだ。劇の世界において弱者が強者に勝つ物語は欠かせないものだからな。でもそれってあくまで劇の話で、現実世界じゃありえないだろう。あ、別にニーローを支持しないってわけじゃないぞ。手が必要なら遠慮せず言ってくれ。何もせずただシアターが取り壊されるのを見るよりはマシだ。私も協力するよ。教練員の人たちに私たちの闘志を見せてやろう。みんなありがとう。みんなの応援のおかげで私もだいぶ心が落ち着いたよ。水を差すつもりはないけど、お父さんはそう簡単に打ち負かせる人じゃないよ。あの人は博識で論理的でとても厳格だから、討論で勝つのはかなり難しいと思う。みんなだってわかってるでしょ。でもニーローのやる気をそぎたくないから口にしないだけ。結局さ、これって彼女を傷つけることになるんじゃない。やめるんだ、イナヤ。ごめんなさい、空気を悪くして。私はただ無理やりいい結果を期待するなんてことできないの。それに不可能なことに挑戦するニーローも見たくないから。そうだぞ、そんな弱音吐くなって。うん、あなたの言う通りだよ、イナヤ。私たちの相手は強霊員、その手強さは誰だって分かってる。期待しないことの方が普通かもしれない。それでも私はやってみたいの。もしこのままズバイルシアターと別れを告げるなんてことになったら、後悔してもしきれないから。私だけじゃなく他のみんなもそう思ってるって信じてる。悔しいなら声を揃えてちゃんと言わなきゃ。言うべきことを全部言って、やるべきことを全部した後、たとえ望む結果が出なかったとしても未来に悔いは残らないから。だって私たちがつかめるのは今この瞬間の選択だけだもん。それは分かってる。悔しさも怒りも私だってこれ以上ないくらい感じてる。なら討論の場を設けたいってことあなたのお父さんに伝えてくれないかな。家族と連絡する方法はあるはずだよね。うん、あるけど。それじゃあお願い。私討論なんて一度もしたことないから、正直今も自信はないんだけど、でもやると決めたからにはちゃんと準備するつもりだよ。みんなの意見を集めて討論の場でまとめてぶつけてみる。私一人の知識じゃあなたのお父さんには勝てないけど、シアターのみんなの知識を集めればそうとも限らないでしょ。うん、そうだそうだ、ニーロ姉ちゃん。悪いやつなんて倒そう。正義は絶対に勝つもん。あいつに痛い目を合わせてやろうぜ。別に喧嘩をしに行くわけじゃないんだよ。でもその気持ちは受け取るね。頑張ってくるから。よく言ったな、ニーロ。なんだか大口を叩いちゃった気もするけど。ズバイルさん、私たち今役に立ちそうな論拠を集めてるの。ズバイルさんは何かいいアイディアない？道理を解くのは簡単だが、奴らはあまりに理不尽だ。今までシアターの事務はしっかりと管理してきた。手続きや許可が欠けたことなんて過去に一度もない。今回みたいな事態になった際、それを盾に彼らの口を塞ぐつもりでいた。だが、ああ、分かっている。だがシアターにいる限り、彼女はここの人間だ。もしシアターの人たちが外からの圧力に怯えるようになったら、ここのマネージャーとしての意味がない。とにかく、自信を持ち、規則に従ってことを進めればいい。
彼らにシアターを取り壊す資格はない。少なくとも今はそうだ。その姿勢を貫き彼らに譲歩させることができれば勢いで相手を圧倒できるだろう。うん、覚えておくよ。こういったことは俺もよく目にしてきた。相手はあの強霊院だからな。君たちが準備している間、俺はシアターの今後のことを手配しなければならない。最悪の事態に備えておく必要があるからな。そっちの話が一段落したら常連さんたちに公演の中止を伝えてくれ。本当に公演を中止しなきゃいけないのか？今は誰も公演を行う余裕などないだろう。それに俺はシアターの人間だけでなく観客たちへの責任も持たなければならない。こうするしかないんだ。ニーロ、君は偉い。将来のことを一番心配する必要がないのは君だというのに、最初に立ち上がったのも君だった。ここを離れるなんて考えたことないから。ツバイルさん、私は心の底からここが好きで、これからもここで踊り続けたいの。それにみんなとも一緒に踊りたい。ますます彼女に似てきたな。応援している。人事を尽くして天命を待つといい。彼女って、私の先生で踊りがとても上手な人なんだ。でももう引退しちゃったんだけどね。いつか機会があったら彼女のことを話してあげるよ。友人やシアターのお客さんたちを呼んでニーロを応援しに行くよ。もし雲行きが怪しくなったらみんなで騒ぎ立ててシャリフの声をかき消すつもりだ。え、それは良くない。わかった。他の方法を考えるよ。まさか強霊院に挑もうとするなんてね。若い頃のことを思い出したよ。あの頃は怖いものなんてなくて、いつも一番危険なところを目指して進んでた。そういった機会はもうないけどさ、今思い返しても胸が躍るんだ。ごめん、もし強霊院にシアターが取り壊されたら、ソリンとエイブ、それにあなたは。大丈夫、そんな深刻な状況にはならない。たとえシアターがなくなってもまだ人はいるだろ。冒険者の粘り強さを侮らないでくれ。なんとかしてみせるから。でももし突然何かがなくなったら、きっと悔いが残ると思うの。冒険を続けられなくなるのと同じように。そのことを心配してくれてるのか。安心してくれ、悔いをどう対処するかなら私は経験者だ。そりゃ最初は確かに辛いけど、いつか慣れる時が来る。それにほら、今はソリンもエイブもとても幸せに過ごしてる。ソリンはシアターのテストに受かったし、もうすぐ役者デビューだ。あの子すごく喜んでたよ。ニーローと同じ舞台に立てるって。もし過去の苦しみがなかったらこのシアターに来ることもなかったと思う。その時ソリンは今より幸せになれてるだろうか。そうとは限らない。それって慰めてくれてるのか？半分は慰めで、もう半分は私の本音だね。シアターで過ごしてきた日々は私にあることをゆっくりと気づかせてくれた。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。私の人生は夫を失った時に終わったと考えることもできるし、ソリンとエイブはそれでより幸せな人生を送れるようになったとも考えられる。だからたとえシアターがなくなったとしても、私はそれで新しい人生を始めることができるかもしれない。いいことも悪いことも人が定義したもので、それを自分がどう見るかなんだ。そっか。だからね、ニーロー、あなたにとってシアターはとても大切なものだって知ってるけど、あまり肩肘を張る必要はない。私たちはあなたのそばにいる。シアターがこのままバラバラになるなんてことはない。うん、ありがとう、リカードお姉ちゃん。
どういたしまして。こちらこそ、その勇気にすごく励まされたよ。ニーローならきっと立派な冒険者になれるだろうね。それは褒めすぎだって。ありがとう、励ましてくれて。元気を出さなきゃね。うん、しっかりしないと。ふう、だいぶ気持ちが軽くなったよ。ならいいんだ。討論の時、子供たちを連れて応援しに行くよ。もう俺に先入観を抱いているのか。アドバイスをしようと思ったんだがな。それは話してくれてもいいぞ。その前に、この間の質問について君たちは新たな答えを出しただろうか。それについて語り合うのも悪くないと思うんだが、さあ、芸術の意味とは何だと思う。またかよ。けど、芸術の価値を証明するにはどちらにせよ、この問題と向き合わないといけないよね。どう言葉にしたらいいかわからないんだけど、私たちの公演でお客さんが喜んでくれたら、私も嬉しくなるんだ。これも、ある種の意味って言えるんじゃないかな。ニーローのやつ、真面目に答えてるな。こいつがいつも意味わかんないこと言ってるの知らないのかな。いやいや、ニーローの答えは君のよりずっといいぞ。それに俺の心の中にある答えにかなり近い。芸術の意味は創作者が与えるのではなく、鑑賞する者が与えるものだ。言い換えれば、人が鑑賞できる芸術だけが鑑賞する者の精神世界に痕跡と価値を残せる。教令院の連中には絶対に理解できないだろうがな。ああ、俺はかつて学者が知恵を求めるように芸術の極致を追い求めていた。しかし、理解などできないという結論に俺は至った。それ以降、理解されるかどうかが異様に気になるようになったんだ。難解な芸術であればあるほど理解できる人が少なくなるのは分かっている。だが、それを言い訳に自分を慰めることはできない。ずっと戸惑っていた。ここに来てニーローの踊りを見るまでな。そんなにすごかったのか。そこにいる全てのものが目を奪われた。舞台上の演者は観客から注がれる視線に胸を躍らせ、舞台下で見る者たちはその素晴らしい空気に酔いしれた。正直なところ、厳しく評価するなら演技はイマイチだった。いきなりそんなこと言わないでよ。しかし、それ以上に困惑したのが、そのいまいちな演技が全ての観客を魅了し、俺をも魅了させたことだ。俺は道を間違えていた。俺が求めていたのは決して極致なんかではなかったんだ。故に芸術研究の最前線から離れ、このシアターにやってきた。ここには俺の欲しいものがあるからな。芸術は砂上の楼閣ではなく、啓発や娯楽でいい。芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。そうでなければ芸術に意味などない。そっか。私とズバイルさんが教令員の命令通りに講演の内容を変えたくなかったのと理由が似てるかも。だってみんなが理解できないものを見せたらつまらないって思われそうで心配だったから。俺はかつて数多の脚光を浴びてきた。だが虚名を捨て、今の自由を手に入れた。この先どこへ向かおうと気にはしない。だがニーロ、これだけは頭に入れておいてくれ。君はすでに最高の舞台を手に入れている。このような機会はどこにでもあるようなものではない。たとえ相手が教令員であろうと、彼らに譲歩はするな。うん、アドバイスありがとう、ガッサニさん。
学問に勤しむあの連中の頭を冷やしてやってくれ。あいつかなり気にかけてくれてるみたいだ。すっごく真面目なんだな。彼のことをよく知ると冷たく見えて、実はあ、君たちかシアターの公演が中止になるって本当なのか。こいつずっと心配してんだよ。帰り道もそのことを延々と喋っててな。君だってそうだったろ。一体何があったんです？前にシアターに来た方は教練員の人だったのですか？うん、30日以内に営業を停止するように言われたの。それにシアターを取り壊すっていう通知も受けてね。急にそんなこと言うなんてどういうつもりなんだ。はぁ、どうせまた嫌がらせだろ。なんでそんなことするんだよ。説明が必要か。まあそうだな、教練員の命令だし。でも心配しないで、教練員の人と公開討論を行うつもりなの。今はその準備中なんだ。もし私が勝てば結果を変えられる。彼らの考えを変えることができるかもしれない。そんなことが可能なのですか？いやはや、さすがだ。ご安心ください、私はあなたを支持しますよ。 100% ね。ああ、俺もだけど、急にちょっかいを出してきた理由は何なんだ？やっぱりここの公園に偏見を持ってるからか？うん、そうだと思う。あいつら何も分かってないくせに、よくそんな結論を出せたもんだ。毎日勉強ばっかで普通の生活には目もくれない。まったくだ、あいつら俺たちのことをバカにしてるんだよ。まあ俺たちもあいつらのことをバカにしてるんだがな。安心してください、ここにいるみんなはあなたの頼れる後ろ盾です。彼らの勝手な振る舞いを支持する者はいません。ああそうだ、あいつらには知恵に序列があって身分の高低があるかもしれないけど、芸術の鑑賞は誰もが平等だろう。もしあいつらが俺と討論したら、俺より芸術のことを知らないかもね。討論の時、相手にダンスの演出に関する問題でもぶつけて困らせてみたらどうだ？それっていいのかな？でも悪くないかも。こいつのは冗談だから気にしないでくれ。それよりも君は君の思うようにやったらいい。俺たちはみんな君の味方だから。うん、みんなありがとう。みんながこのことを考えてサポートしてくれるから私も安心できるよ。なんとかなりますよ。もし助けが必要でしたら声をかけてください。グランドバザールのみんなで協力しますので。気迫じゃあいつらに負けないぞ。考えがまとまってきたかも。シアターに戻って整理しよう。おう、イナヤももうすぐ戻ってくるはずだよな。エイブ、イナヤお姉ちゃんを見なかった？ううん、まだ帰ってきてないよ。ただ伝言を頼んだだけで普通こんなに時間がかかるか？あ、まさか旅人バイモン、私重大なミスをしちゃったかも。イナヤ、最初からここに戻るつもりがなかったんじゃないかな。え？なんだかそんな気がするの。彼女の性格からして今回の責任は全て自分にあるって思ってそうだから。自分がシアターにいるせいでシアターが取り壊されるって思ったんじゃないかな。そっか、お父さんが現れた時からずっとあいつは自分が狙われてるって思ってたんだな。あの二人の間には大きな溝があってね。それで彼女は家出したの。私たちは討論に勝てない。でも
私たちのことを巻き込みたくない。それでそっと出て行ったのか。そうだね。イナヤは悪い方に考えすぎなんだと思う。努力してみないと結果なんてわからないのに。とにかく彼女を探さないと。探すって言ってもスメールはこんなに広いんだし、どこを探せばいいんだ。少し心当たりがあるの。まずはシティの外に行ってみよう。彼女はシアターへ来る前、シティの外でキャンプをしてたの。あの時イナヤは汚れた水を飲んだせいで熱を出していてね、私が背負って連れて帰ったんだ。シアターを出て行って住む場所もないなら、きっとまた一人でキャンプをしてるかもしれない。おう、それじゃ早速行ってみようぜ。うん、行こう。でもこれがイナヤの残したものとは限らないんじゃないか。とにかくこの辺りを探してみよう。あ、今の聞いたか。うん、私も聞こえた。早く確認しに行こう。ここに大型の獣なんて全然いなかったのに、こんな遠くまで追いかけてくるなんて。ごめんなさい、また迷惑かけちゃったね。どうして一人で出て行ったの？やっぱり討論で勝てないと思ったから。ううん、ただ面倒に思っただけ。私のせいで起きた問題だから、私さえ出て行けば解決するでしょう。そうだぞ、いい結果を出すためにみんな頑張ってるんだ。犠牲になっていいやつなんて一人もいないぞ。私はどうなってもいいの。シアターが無事ならそれで大丈夫。みんな私が今まで出会った人の中で一番親切でいい人たちなの。私のせいで不幸になる必要なんてないよ。ねえイナヤ、たとえ今回のことが本当にあなたのせいで起きたことだとしても、誰もあなたのことを責める人はいないよ。ズバイルさんはあなたがシアターの人間である以上、私たちが守るべき存在だって言ってた。だからどんなことがあろうとも私たちは一緒に抗うつもり。犠牲は絶対に出るよニーロ。私もシアターもどっちも救う方法なんてない。討論で強霊院に勝てるはずがないもの。ましてや相手が私のお父さんならなおさら。私のお父さんはとても厳格な人だから、あの人はずっと私が立派な学者になって自分の事業を継ぐことを望んでた。私も頑張ってその期待に応えようとしたの。そして私なりに最善を尽くしてきた。それでもあの人は満足しなかった。むしろお父さんは一度も私に満足したことなんてなかったと思う。私は天才じゃない。お父さんは私を叱るたびに、
どうしてお前はそう平凡なんだって、そう問い詰めるような顔をしてた。そんなこと、私だって聞きたいよ。だから、お前は家出したのか？時間が経てば、お父さんも少しずつ現実を受け入れてくれると思ったの。けど、あの人は私に不満をぶつけるだけだった。あるテストでね、私サインを取ったの。いい成績でしょ？努力が報われて、やっとお父さんに喜んでもらえると思った。学院で習った刺繍で贈り物を作って、お父さんにその日を覚えてもらおうとした。こんな娘でも、お父さんを喜ばせることがあるんだよって。そっか。プレゼントを準備してた時、私も薄々感づいてたんだ。刺繍をするの初めてじゃなさそうだなって。うん。ごめん。このことは隠してたの。あまりいい思い出じゃないから。当時、私はただお父さんの笑顔が見たいだけだった。毎日叱られて、私、少し疲れてたから。でもそれを手にしたお父さんは、私の成績を聞いた途端、いつにも増して怒り始めたの。私の作った刺繍なんか、床に叩きつけられてね。お前は3位に甘んじるつもりなのか？どうして1位を取れなかったことを反省しないんだって言われた。あの時、私がどれほど泣いたかはもう覚えてない。でも、お母さんとお父さんが言い争ってたのは覚えてる。お母さんも、お父さんが厳しすぎると思ってたみたい。二人は長いこと言い争った後、お父さんが勢いよくドアを閉めて出て行った。謝罪も、慰めの言葉も一切なかった。それで私は完全に諦めたの。私たちは、お互いに理解し合えない運命にあるんだって。ひどい。お父さんに勝てないと思う理由は、あの人はシアターがどんな場所なのか、微塵も理解してないから。あの人には、シアターにいる演者と観客の間にあるつながりを理解できない。お父さんの人生には、仲間意識や友情なんて存在しないからね。すべてが自分の思い通りになって、世界が自分を中心に回ることだけを望んでいるの。私たちが大事に思っていることも、小さな居場所も、あの人にとっては無価値なんだよ。過去の出来事が、お前にかなりの影響を与えたんだな。わかったよ、リナヤ。でも、私たちが討論の準備してる時にね、とても深い話を聞くことができたんだ。イナヤの参考になるかどうかはわからないけど。芸術とは、人に鑑賞されてこそ価値がある。ズバイルさんは、きちんと管理をしているから。大事なのは何を経験したかではなく、その経験をどう理解したかだってね。芸術の鑑賞に規制はない。すべてが平等であるべき。ううん。知ってるかな？リカードお姉ちゃんってね、過去にすごく辛い思いをしたの。でも、今はシアターの生活に感謝してるって言ってた。不運に見舞われたけど、彼女はそれで新しい生活を迎えることができて幸せになれたと思ってる。大事なのは何を経験したかじゃなくて、その経験をどう理解したかだって言ってた。理解？家族のことで辛い思いをしてきたのはよくわかったよ。その生活から抜け出したことで、あなたはシアターの一員になった。過去の出来事があったからこそ、あなたはみんなとのつながりをとても大事にし、ここに溶け込むきっかけを手に入れた。だからね、過去の痛みでやっと見つけた新たな生活を、そう簡単に諦めないでほしいの。それは。過去の出来事は、もう過ぎたことだろ。当時私が家を出たのは、
あのいざこざから離れるためだった。うん、これだとまた元に戻るだけになっちゃうね。あなたはお父さんを失望させるかもしれない。でもそれは大したことじゃないと思うの。あなたには新しい未来があるでしょ。やっと見つけた答えをこのまま手放したらもったいないよ。そうだぞ、力を合わせればなんとかなるはずだ。そうだね、君たちの言う通り大したことじゃないように思えてきた。お父さんの期待に応える必要はないし、そのことで今を諦める必要もない。もうこれ以上何かを失うことがないように私は勝たないと。討論をすればシアターを守れるだけでなく、お父さんとの決着もつけることができる。その意気だぜ。行こう、討論のことお父さんに伝えるよ。私はあの人のことをよく知ってる。たとえ私たちのことを無視しようとも、私なら受けさせることができる。うん、行こう。それじゃ今からお父さんに会ってくるから少し待ってて。うん、朗報を待ってるね。ふう、これで準備も整うはずだよ。あとは討論が始まるのを待つだけだね。なんだかまた緊張してきちゃった。でもよく言ったぞ、イナヤをうまく説得できたじゃんか。討論の時もその勢いがあればきっと楽勝だぜ。うん、元気づけてくれてありがとう、パイモン。でも当日何か嫌がらせをしてきそうな気がする。うん、みんなを代表していることを思うと、たとえ怖くても勇気を出さないとね。あれ、まだ何かあった？うーん、なんだよその変な質問。シアターはシアターだろ。そんなの当たり前のことじゃんかよ。ちょっと待って、あなたが言いたいこと私にもわかるかも。少し時間をちょうだい。これまでの出来事を思い返してみるから。彼女は勝ちたいと思ってる。つらい。芸術の鑑賞に寄せんはない。芸術とは人に鑑賞されてこそ価値がある。ちょっと違うけど、ズバイルさんはきちんと。大事なのは何を経験したかではなく。ちょっと違うけど、芸術の鑑賞に。ちょっと違うけど、あ、そっか、分かったよ。シアターのために話を聞いて回ってた時、私たちが耳にしたのはシアターのことじゃなくて一人一人の物語だった。シアターは私たちが集まった理由であり、私たちみんなを特別な方法で繋いでる。簡単に言えば絆みたいなものかな。絆？シアターはリカードお姉ちゃんに生活資金を、ガッサニさんにはインスピレーションを、グランドバザールのお客さんには喜びを与えてる。それにイナヤには家以外の居場所を与えてくれた。シアターがみんなに恵みをもたらしてくれているから、今のように私たちは集まってる。この先もきっとたくさんの人たちがここを訪れ、シアターから恵みを受けることになるんだと思う。そしてこの温かい集まりは、私たちが受けてきた優しさをさらにたくさんの人に伝えていくの。これが公演を行う以外にズバイルシアターが存在するもう一つの重要な意義なんじゃないかな。なるほど、確かにその通りかも。
それにその温かさって前に打ち上げの準備をしてた時から感じてたよな。でもオイラまだわかんないんだけど。そう、そっか。いくら相手がすごくても苦手な話題になったら弱点が出てくるはずだよな。うん、これでさらに手札を増やすことができたよ。ありがとね。オイラもだいぶ安心感が増したぜ。あとは実力勝負だな。待たせてごめん。ただいま。予想通りうまくいったよ。あまり深く考えずに討論の提案を受け入れてくれた。開催は2日後だよ。あ、なんだか笑ってるみたいだけど、何かいいことでもあったの？オイラたち、お前のお父さんに怯える必要はないって気づいたんだ。とにかく準備は全て整ったから安心して。私たちは勝ってみせる。うんうん、必ず勝つよ、イナヤ。うん、信じてる。ご来場の皆さん、ようこそお越しくださいました。私は教令院の学者、サフワン。本日の討論会の司会進行を務めさせていただきます。双方の発言を最大限の知恵と公正な目で判断し、妨害することなく、どちらか一方に肩入れしないことをここに誓います。討論の参加者は双方前へ。宗神様、私たちと共に、この思想上の戦いをどうか見届けてください。お前たちがどうしても説明を欲するのなら、教令院の考えを伝えよう。お前たちは教令院がシアターに対して偏見を持っていると誤解しているかもしれない。しかし教令院はスメールの国民たちにより賢い未来を選択してほしいと望んでいる。そのため国民が鑑賞する芸術は啓発的なものであり、鑑賞する価値があるものに限られるべきだ。だがズバイルシアターの公演内容にはそれに当たるものがなかった。言い換えるなら、もしお前たちが時間を無意味な抵抗に使うのではなく、どうすれば劇の質を上げられ観客たちの思想を啓発することができるか考えていれば、ズバイルシアターはこんなにも惨めな結末を迎えなかっただろう。開始早々すごい剣幕だな。圧がすごいぞ。ニーロ、耐えてくれよ。落ち着いてニーロ。彼の言ったことを冷静に分析しないと。芸術を卑下しているのではなく、私たちの劇の内容が不適切だからこのような結果になったって言ってたけど。これじゃ芸術の鑑賞に寄せんは。芸術とは人にか
大事なのは何を経験したかでは。ズバイルさんは、彼女は勝ちたいと思ってる。これじゃあ、これじゃあ、あなたから見たら私たちの劇は教令員の基準を満たしていないかもしれないけど、それを見てどんな教えがあり啓発されるものがあるかを判断するのは観客の方だと思う。どうして教令員が判断するの？それに芸術においてどちらがより知的でどちらがより教養があるかなんて、そういうのは存在しないと思う。芸術は平等で規制のないもの、みんなが鑑賞する権利を持ってるものだよ。鑑賞を楽しむというのはあくまで低い次元での話に過ぎない。より高い次元を目指すには教えと啓発が必須条件となる。それは演者により高い要求をすると同時に芸術の発展を促すものだ。もし単純で底が浅く進歩のないものばかりであれば、人々の美的感覚も高い次元に達することはできない。美的感覚を育むにはプロセスを踏んで進む必要がある。そのプロセスを導くことこそが教令員の本来の目的だ。この人、顔色一つ変えずに話題を変えてきた。でも幸い私も準備をしてきたから大丈夫。私の考えが正しければ、ここではこう言うべきだよね。ううん、違う。うちのシアターにもそれを試した人がいる。かつて彼は偉大な芸術家だったけど、彼の作品を理解できる人はごくわずかだったの。芸術が啓発を促すに値するものだってことは認める。でもそれを追求するあまり難解なものを作ってはいけない。観客の日常的な経験や感情をもとにしないと、その劇の内容は砂上の楼閣になってしまう。観客たちの見たくない劇を演じて何の意味があるの？そんなことをすれば好きでもないものを無理やり見せているだけになる。それはお前が生半可な知恵しか持たないからだ。故にそのような解釈しかできないのだろう。なら私を評価するあなたは私よりもダンスが得意なんだよね。うまいこと返したな、ニーロ。あいつ自分の仕掛けた罠にはまったぞ。消極的事実の証明困難により、シャリフが指摘するシアターの劇の質については十分な論拠がありません。同様にニーロが言及した定義も個人的な見解に過ぎないもの。よってこのテーマでは決着がつかないようですね。また双方は感情的にならないよう注意してください。頑張れニーロ、よくやれてるぞ。それではより具体的なことを言おう。ことの発端はお前たちが規則を破ったことにある。つまりその罰として代価を払うべきだ。しかもそれは手続き上至極真っ当なものであり、こちらは何度もズバイルシアターに是正するよう通達してきた。だがお前たちは意図的に無視し、あまつさえ反抗をしてきた。それらが間接的に今の状況を招いている。教令員が交付した関連する法案によれば確かにそのようですね。手続きのことならこれだよね。ズバイルさんは署名した書類をすべてここに持ってきてる。手続きに不備はない上に、どれも有効期間内のもののはずだよ。教令員はシアターの公演内容が基準を満たしたものじゃないと判断してる。でも規則や制度によると、基準を満たしていないからといってシアターを直接取り壊すことができるなんてどこにも書いてない。取り壊しの通知は書面で行い、公示する必要があるはず。そうでない場合、有効期限内の営業許可証および公演許可証の方が優先される。これらの規定に従っていない限り、そちらの手続きは
正当なものとは言えないと思う。そうだそうだ、その通り。規則には特殊なケースもあり、それに過去の事例もある。教令院で審議を行えば、それは必ずや通るだろう。過去の27件の関連事例を見れば、シャリフの証言を裏付けるものは9割を占めています。しかしそれはどれも教令院で審議し、可決された後に執行されるものです。つまり取り壊しの命令を事前に出すのはいささか早急だったと言えます。今はこれで十分。少なくとも不合理だってことは証明できた。ふん、無駄な抵抗を。この点においてはミーローが優勢だな。そうだな、気を引き締めろよミーロー。たとえ取り壊しの許可が下りてなくとも、教令院の規則に何度も違反し講演を行っていたのは事実だ。この事実に基づき、お前たちがスメールで講演する権利を永久に剥奪することもできる。え？現在の制度によれば、確かにズバイルシアターのメンバーによる講演をすぐに禁止することができます。そんなことできるのかよ。お前たちはシアターを守りたいというより、観客たちを引き止めて彼らから利益を得たいだけだろう。それを失えばズバイルシアターはただの抜け殻になる。公演ができなければシアターに存在する価値などあるのか。私たちはあなたが言うような集まりじゃない。しまった、落ち着けニーロー。そうだ、落ち着かないと。でも彼はあと少しなのに。ズバイルシアターはみんなにとって決して劇を演じるだけの場所じゃない。私たちにとってズバイルシアターは劇を行うだけじゃなく、私たちの居場所にもなってる。リカードお姉ちゃんは世界各地を冒険することができなくなったけど、安定した新たな生活を見つけた。彼女の子供のソリンもシアターのテストに合格して、もうすぐ私たちの一員になる。ガッサニさんはここで芸術に対する新たな解釈を得て、私たちと共にここの発展を見届けることにした。ファルハードさんやフーシャングさんはたとえ公演がなくても遊びに来て、その日あったことを話してくれる。それにイナヤもこの場所に溶け込んで新たな未来に希望を持つようになった。シアターは彼らのために存在してる。私たち一人一人のために存在してるの。お前はこのシアターで素晴らしい経験を数多くしてきたのだろう。だが残念ながらお嬢さん、お前は誤解している。お前が先ほど言った人間関係はシアターが正常に稼働していることで成り立つものだ。シェイク・ズバイルがシアターを経営するのは生計を立てるためであり、シアターの労働者たちは定期的に給料をもらうため、そして観客は公演を鑑賞するためだ。人の情とは利害関係から生まれる副産物に過ぎない。それは温かく魅力的なものだが、その立場が逆転することは決してない。難題を解決するために集まっている学者たちと同じだ。俺たちはまるで兄弟のように親しく接し、全ての知恵を分かち合おうと最善を尽くす。しかし研究の成果が出た瞬間、俺たちは同じ会議室に集まらなくなる。その理由は単純だ。俺たちは学者であるがゆえに新たな研究をしなければならない。やっぱりこいつ人の情を軽んじてるんだ。それになんだかもともと言うことを準備してたみたいで、勢いも全然衰えてないぞ。双方の主張を見たところ、現在はシャリフの見解が優勢のようです。ニーローが言うシアターの情はいずれも公演が禁止されれば消えてしまうかもしれないもの。しかしシャリフが言及したのは教令院の一般的な研究方法です。教令院が学術において多大な貢献をしたのも、学者たちが効率よく
常に優先順位に従って行動してきたおかげでもあります。どうしよう、なんだか逆効果になっ罠？ニーローがシャリフに罠を仕掛けたのか？よし、彼は予想通りの言葉を言ってくれた。次の主張は討論の勝敗を決めるものになるはずけど、本当に彼女は勝ちたいと思ってる。私は彼女の同意を得てる。彼女は勝ちたいと言ってくれた。そのためには全てを代価にしてもいいくらいの覚悟だった。それは私も同じ。シャリフさんは、人情とは目標を遂げる際の副産物であり、目標が達成される、もしくは中止されればそれを残しておく理由もなくなると考えてる。でもあなたの期待に応えられず。お父さんの期待に応えられず最終的に家出をした私はあなたの娘じゃなくなる。そうだよね。いなや。ごめんニーロ、やっぱり私が言うよ。私の代わりに責任を負う必要なんてない。あなたにとって私の存在する目標があなたの学術的な成果を引き継ぐことなら、それはもう完全に失敗している。それなら親子の関係を維持する理由もなくなるんじゃないかな。討論に関係のない観客は発言を慎んでください。いや、彼女に続けさせなさい。たとえその子が言わなくともニーローが同じことを言うだろう。けど実際はどんなに辛いことがあってもあなたは依然として私の父親に変わりはない。あなたはただ自分の世界に浸りすぎているだけ。なぜ私たちが感情を優先して集まっているのか理解できない。そうだ、私たちを見くびらないでくれ。ダンスが見られる場所はいくらでもあるけど、ズバイルシアターはここにしかないんだ。こいつも哀れなやつだ。こんなバカなことを言うなんて。静粛に静粛に、観客は討論の妨害をしないでください。正直に言うと、これは私たちが用意した最後の主張。あなたが私を娘でないと認めればあなたはこの討論に勝てる。でもその前にお父さん、言いたいことがあるの。ここしばらく私はずっと反省してた。家出したことを悪く思ったからじゃなくて、この胸にある対抗心に意味がないって気づいたから。私はずっとお父さんに認めてもらいたかったけど、いつも失望させてしまっていた。家出したのも本当はこの挫折感を晴らすのが目的だったの。でもそれは私に期待するのを諦めるようお父さんに強要していたんだと思う。つまり私のしていたことはお父さんと同じだったんじゃないかな。もうお父さんに私の思いを押し付けはしない。私はズバイルシアターで理想の生活を見つけたから。私は家族のいざこざから抜け出し、新しい目標のために頑張っていくつもり。もしお父さんがシアターを何としても壊すというのなら、私はここの仲間たちと一緒に抗う。何をほうけているのですかシャリフ。討論はまだ続いていますよ。彼らは今お前の友人なのか？それは俺たちに聞くべきことだと思うが。うん、もちろん。イナヤ姉ちゃんはとてもいい友達だよ。多少手間がかかりもしたが。うん、当然だよ。ズバイルシアターにいる限り彼女は私たちの一員で、私たちはずっと彼女のそばにいる。ふん、稚拙で単純だ。だが、ほっとした。え、シャリフ、どうしたのですか？まあいいでしょう。あの人たち、行っちゃった。それってつまり、私たちが勝ったってこと？僕たち勝ったのか？
すごいぞ。ごめん、力が抜けちゃって立っていられなそう。彼にとってイナヤは今も重要な存在ってことだよね。よくやったニーロ、イナヤ。これで彼らはもう二度とちょっかいを出してこないはずだ。こうも強い意志を持った一面があるなんてね。君たちのことより一層見直したよ。でも本当に疲れちゃったもう二度とこんなことしたくないかも。ミーロ姉ちゃん、イナヤ姉ちゃん、とってもかっこよかったよ。打ち上げをもう一回開くべきかもね。表情をしてたんだ。きっと言いたいことがたくさんあったけど何も言えなかったんだと思う。うん、でもいい方向に変わってくれることを私は願ってる。期待を抱くのは悪いことではないでしょ。これからもまたパイモンと一緒に私たちの公演を見に来てね。今度はイナヤが舞台で踊っている姿を見られるかもよお前もイナヤのことが心配なんだよな。ならこれからもちょくちょく様子を見に来ようぜ。もしかしたら関係が良くなってるかもしれないしな。まずはThank you.
次はこうかな。うん、紹介するね。この子はイナヤ。こんにちは。今後は彼女も素敵なダンスを披露してくれるから、イナヤのこと応援してあげてね。イナヤが舞台に上がってるぞあいつが踊る姿ってどんな感じだろうな。よく考えてみると、こんな風に丸く収まるまで、ニーローの努力、みんなの知恵、イナヤの決心。あ、どういうことだ？そう言われてみると、確かにそうだな。シアターを取り壊すのは乱暴すぎるけど、実際はニーローたちが踊るのを禁じることだってできた。もしその気になれば、たとえ圧勝はできなくても、共倒れを狙うのは可能だったんだよな。ま、あいつの本心なんてオイラたちにはわからないし、今は公演に集中しようぜ。おい、待った。見ろよ、噂をすれば影だぞ。あれってイナヤのお父さんだよな。ああ、お前たちか。今日は特に用事がなくてな、様子を見に来た。イナヤに会いに来たんだよな。いや、どのような公演をしているか見に来ただけだ。あの子の邪魔をする気はない。ああ、確かにしばらくは多忙だった。討論に敗れ、教令院のメンツを潰し、一時は大騒ぎになったさ。これを機に上と相談して休職させてもらった。そうしないとずっと噂が飛び交い続けるだろうからな。休職したのか。ああ、職務から離れた俺には今や自由な時間がたくさんある。こうして公演を見ることも可能だ。この場所にどのような魅力があるのか確かに理解はできない。しかし多少は好奇心を抱くようになった。あのお嬢さんが頑張っていた姿は今でも忘れられない。イナヤもあの子のそばにいればより成長するだろう。当たり前だ。この世に子供のことを心配しない親などいない。あの子は見事私の急所をついた。まあ俺にそのセリフを言う資格はないだろうが。せっかく来たんだし、イナヤに会いに行こうぜ。いや、その必要はない。公演が終われば俺も帰る。俺がここに来たことはあの子には内緒にしてくれ。ほら、これを逃したらもうないかもよ。でも過去と和解するんでしょ。あなたの成長を見てもらおう。緊張しないで、みんなあなたの味方だから。二人きりにしてあげよう。私たちは離れよっか。あいつら大丈夫なのか。どうだろうね。でも信じて待つしかないと思う。そうだ、イナヤ、これを持ってきた。覚えたてでうまくはないんだが、欲しいならやろう。
いらないならいい。かまわん。別に気にするな。ちゃんと話し合おう。お父さん。この二人、やっぱり親子だな。もじもじしてるところがそっくりだぞ。そうだね。もし私が急いでイナヤを引っ張ってこなかったら、彼女も逃げてただろうし。こいつら仲直りできるかな。どうだろう。二人にとって仲直りは必ずしもいいこととは限らないと思うよ。長年にわたって蓄積してきた葛藤と誤解はそう簡単に解消できるものじゃないでしょ。距離を置いた方がいいことだってある。でも二人がどこにいようと、心がどこにあろうとも、血縁ってとても固い絆だから、その恩恵を受けてぬくもりを感じてくれたらいいね。そうだ、討論の件だけど、みんながあなたに感謝したがってるんだ。だからそのお礼に私たちでこれを作ったの。受け取ってくれるかな。これってズバイルシアターか。すごいぞ。成功だし完成度も高い。私たちもこんなに複雑なのを作るのは初めてなんだ。ズバイルさんとカッサニさんがデザインして、細かな部分は私とイナヤ、それから他のみんなでたくさん作ったの。メインの部分はリカードお姉ちゃんとネガールお姉ちゃんが作って組み合わせたんだ。あなたたちは冒険者だから、これからもいろんなところに行って無数の景色を目にするはずだよね。だからね、このズバイルシアターもあなたたちの旅の素敵な思い出になってほしいの。もしここに帰ってきたくなったらいつでも歓迎するからね。おう、機会があったらまたお前のダンスを見に来るからな。遠慮もお世辞も必要ないよ。あなたって飲み込みが早いんだね。さあ受け取って。これは私とあなたの物語。私はこの先もずっと覚えてるから。